今回は一種目で全身鍛えることができて、使いすぎている部分のストレッチができるという、めちゃくちゃおすすめで万能な、ゆりかごプッシュアップというのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、一種目でたくさんの筋肉を使うエクササイズ、なおかつ同時にストレッチされるメニューが分かってきます。初級、中級、上級と3種目、各30秒ずつ行っていきます。レベルに合ったものをやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ゆりかごプッシュアップというめちゃくちゃ万能なエクササイズを紹介します。いろんなエクササイズ1個ずつするのってめんどくさいですよね。できるだけ1種目でたくさん使いたいですよね。そういった方におすすめなメニューになってます。今回1種目行うだけで胸、二の腕、背中、お尻、もも裏、脊柱起立筋鍛えることができて、前もも、腰をストレッチすることができます。どんなエクササイズやればいいのかわからない、自分が思ってるエクササイズをやっていきながら、なかなか体型が変わらない、逆に体型が悪くなった、そういった方は今回のメニューを1個だけやってみてください。3種目順番に紹介していきますので、自分のレベルに合いそうな分だけやってもいいですし、初級から順番にやってみてもいいです。各30秒です。一緒にやってみてください。それでは紹介します。はい、このゆりかごプッシュアップ。もちろんプッシュアップという名前がついている通り、胸の筋肉も使います。胸って意外とね、筋肉使わない方も多いと思いますんで、たまにはこういったメニューをやってください。まずスマートフォン顔の前を置いてもらって、うつ伏せで寝ます。そしたら、まず初級編からやっていきます。足をちょっと開いて、足は合わせて、カエル足を作ります。手は脇の下です。このまま、もも裏を上に持ち上げる感じでグッと上げます。この時にもも裏、お尻を鍛えられます。それと同時に手を上げます。肩甲骨を寄せる感じです。肩が上がらないように肩を落としたまま肩甲骨を寄せます。こういう感じです。同時に上げます。そして足がついたと同時に手もついてプッシュアップ、プッシュアップ。このように初級編はやっていきます。できるだけ高く上げます。高く上げて、ももがつくと同時に手をついて、胸、二の腕を使って体を起こします。30秒やってみましょう。それではいきます。スタート。ペースは見ながらやってください。息吐きながらね、しっかり体を起こしてください。こんな感じです。体がね、後ろに戻ると同時に上体を起こします。 OK です。今のがね、少し楽だよって方は次の中級編を行きましょう。下半身は一緒です。今度は上体を起こす時が違います。まずは体を起こす。そして今度は、突くと同時に、前ももも一緒に持ち上げてプッシュアップ。頭から膝までまっすぐです。で、体を下ろす。上げる。起こす。っていう風に、やっていきます。30秒、行きましょう。スタート。ペースは見ながら、しっかりね、手は脇の下。前ももが床から離れるように、こんな感じです。足もね、しっかり上げて、OK です。最後上級編、前半は一緒です。上げて、次に足をついて体を上げる。足をついて上げる、という風にやっていきます。それではラスト、息も上がってると思いますが、このままいきましょう。それではいきます。スタート。しっかり上げて、こうです。しっかりね、手で床を押して体を上げてください。降りる時もゆっくり、肩甲骨をして、あと少し、はい、 OK です。
お疲れ様でした。どうでしたか、ゆりかごプッシュアップ。プッシュアップね、なかなか女性は辛いと思うんで、あんまりやってなかったよーって方もね、今回のゆりかごを使いながらプッシュアップするとしっかりね使えると思います。今回のゆりかごプッシュアップだけでですね、ほとんどの筋肉使うことができて、弱い背面しっかり使うことができて、体もね、これたった30秒だけですがポカポカしてると思います。朝晩または何かするエクササイズの前後なんかに行ってみてください。3種目やってみて、自分のレベルが 1,2,3 どれだったよっていうのはね、よかったら感想としてコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.